い、どうもチャースレオシグです。本日の動画はお待たせしました。ガエンのフルコーンですね。ねえ、みんな今作気になってたでしょ？なんかね、バレルロールが麦になったっていうお話をね、村門チャンネルの方で聞いて、じゃあガエンのフルコーンやばくねって、みんなね、期待してたと思うんで今回撮ってきました。はい。で、まあ、毎度恒例のことなんですけど、概要欄にね、ガエンのチャンネル貼っとくんで、なんかね、最近また活動再開し始めたらしいんでね、登録よろしくお願いします。はい、といった感じで、ガエンのフルコーンどうなっちゃったのと気になってたんですけど、ですね、まあ、映像を見てる限りだと、もう、なんかいつも通りプラス、なんかバレルロール無限合わさって、なんか、すげえことになってんなって感じなんですけど、なんかね、ガエン曰く、弱体化が多いらしいです。はい。なんかね、今作のガエンね、一回なんか、ガンダム勝てなすぎて、ツイッターを消すという、なんかすっごい気持ち悪いメンヘラみたいなことしたんですけど、ね、永田さんとか見るわけで、男のメンヘラって地獄ですからね。はい、まあ冗談置いときまして、まあ、なんかちょっとね、勝てないらしくて、なんかその弱体化が結構きついってお話を聞いても、どこら辺が弱体化されてるのかっていうのをね、LINE でね、すっごい長文で送られてきたんで、2試合目の方からね、バーっとそれをね、全部喋っていきたいと思います。すっげー投げんだよ。俺も困っちゃったもん、最初送られた時、第1形態、第2形態、第3形態みたいな感じで。はい、といった感じで、とりあえずは1試合目の方はね、このまま見ていきましょう。勢いがすごいんで。さあ、おっぱい作っての対戦相手が、松永とサバーニャの編成ですね。もう開幕サバーニャへの詰め方がすごかったんですけど、なんか外因枠、サバーニャだけは今作いけるらしいです。前世紀の時もいけたらしいですね。さあ、といった感じで1試合目こんなんなんですけど、やってること変わんねえじゃん、お前。やってること何も変わりません。これ本当に弱くなったのっていう感じで、じゃあ2試合目、ちょっとね、その内容読み上げたいと思います。はい、ということで、ガエンから送られてきた長文のね、変更点読んでいきたいと思います。まず、第一形態。ちなみに、対面の方、削断していましたが、ガエンと知り合いみたいなんで大丈夫です。ガエン曰く。はい。まあ、第一形態って言っても、第二形態になっちゃったんだけど、お前、第一形態これ変更点送る意味あったか？まず、前作の N 特化具、タンク切り離して突撃するやつが、格闘 CS に移行して、タンクの切り離し自体がなくなったらしいです。で、代わりに、まあ、聞いただけだと強そうなんですけど、一生なんかメインとかでね、降りてくしたら強いじゃんってなると思うんだけど、メインとかのキャンセルがなくて降りてくとして使えない。で、なおかつ格闘キャンセルがないから、使用用途が意味がわからないらしいです。一応特殊とかにキャンセルできるみたいですね。まあ、これはね、弱体化かな、正直。その結構ね、このキャラ第一形態でタンク切り離して、相手に突撃するって、まあ、ガエンがよくやってるやつ。あれができなくなっちゃったから、ちょっとこれはかわいそうかなとは思うけどね。はい。といった感じで、次が、前作の下格闘ですね。タックル、第一形態のタックルが前格闘に移行して、前作の格闘 CS のミサイルが下格闘に移行してます。結構第一形態ね、コマンド変更多いんで気をつけてください。もう映ってる映像がね、前作と変わんねえんだよ、こいつ。本当にこんな変わったんか。次、第二形態。BD 角が腹話格闘に変わりました。前格闘が第一形態のタックルの伸びがいいバージョンということで、第二形態でタックル出せるみたいですね。ちょっと伸びのいい。で、前作の前格闘は N 横からの下派生。蹴ってミサイルバババババってやって、ビンマグナム撃つやつですね。で、これがね、ちょっとかわいそうなのが、ゲロビのリロードが、第2形態の6秒から11秒になりましたということで、これは結構きつい。だいたい2倍ぐらいですからね。で、あとは、まあ、これは共通なんですけど、第3形態に移行するときのプレッシャーのスタン時間が、まあ、かなり、短くなってますよと。はい、といった感じで、まあ、もうね、2試合目これで終わるんですけど、あ、いや、まだ終わんねえか。まあ、じゃあ、第3行くわ。はい、次、第3形態、無限バレルロール。これが、今まではね、この、シールファンネルを展開してる時しか、くるってね、バレルロールできなかったんだけど、これがずっとバレルロールできます。まあ、これ聞いただけだと最強なんだけど、代わりに、緑ロックでやった時に好きな方向に行けない、前にしか行けないのと、なんか、外欲、そっからバレルロールからキャンセルで格闘出した時の伸びがかなり悪くなってる。これがめちゃくちゃ痛いらしいです。ね、ガエンがね、ちょっと試合終わらせるの早いんで3試合目に移ります。ガエンさん、ちょっと動画の都合上で第一形態を見せてきませんか？タンクとかね、切り離しみんな見たいと思う。ねえ、お前さ、第一形態と第二形態見せる気ねえじゃん、お前。はい、ということで3試合目見ていきましょう。はい、で、残りの変更点本当にちょっとなんで喋っていくんですけど、あとはシードファンネルが格闘 CS に移行しました、第3形態。第3形態ね、みんな映像ね、ずっと映ってるから分かりやすいですね、ほんとね。で、これが格闘 CS に移行して、ナスが1ですね。で、覚醒リロードなしのリロードが6秒ということで、まあ、これは、どうなんだろう、前作の方がいいってガエンは言ってたけど、まあ、ちょっとここら辺はよくわかんない。人によってはっていう感じはするような気がしますけどね。はい。で、あとは回収前に格闘を振るとリロードが開始しないという、なんか不具合なのか何なのかわかんないけど、結構かわいそうなやつがあるらしいですね。はい。といった感じで、じゃあ、そうそうね、映像の方見ていきましょう。お前、急に冷静じゃねえか、おい。
さあ対戦相手がリボとベルティゴの編成ですね。さあもう開幕はずっと脱いでるからね、第1形態と第2形態全然見れてないんですよね。ごめんねみんなね、今度俺が自分で乗ってくるね。さあといった感じで、とりあえずはだいぶ状況荒らしてますね。さあ1回格闘シース展開して、バレルロールバレルロールと綺麗に動いていく。なんか今作のねフルコーンマジで見てて面白そうなんよな。てか外縁めちゃくちゃ生き生き動いてるけど、本当に上手くなったのこれ。さあ外縁に余計なものがつきましたね。鬼に金棒とはまさにこのことですね。さあバリア展開して、フル格闘は前と N のみ、一度ゲロビリ落とされていくが覚醒は溜まってる状況ですね。第一形態見たいな、外縁さんお願い、見たい見たい。そう第一形態でなんかね、ああじゃあ第二形態、あそう不破格やってゲロビと、そういうの見せなさいあんた。といった感じで今のが BD 格闘ですね。フワ格闘でピッて動いて、結構今みたいにゲロビの軸合わせとかできて強いらしいですね。はい、といった感じでじゃあラストね、第1形態見たいですよ僕、見ていきましょう。今回のねリプレイのチョイス全部外に任せてあるんでね、俺も試合内容全部確認しないんですけど、多分ね外もさすがに実況者だから1試合は第3、あじゃあ第1形態ちゃんと使ったリプレイあると思うんで、ね、ちょっとこの試合期待して見ていきましょう。さあ対戦相手がホットスクランブルとスーパーガーああダメだこいつはい、じゃあ第3形態見ていきましょうね。でもみんなもね、あれよどうせね外縁の第一とか第二でねちまちましてる視点なんでね、期待してないでしょ、今動揺して噛んじゃったけどはい、といった感じで見ていきましょう。対戦相手がマクツとホスクの編成。さあとりあえず外縁に余計なものがついたんで、余計なものついてうちはひたすら荒らしていく。さあアシストから下角出し切ってダウン取って、そのままホスクの方に駆け上がっていく。もうやりたい放題ですね、バレルロール。てかねこれ強くなってんじゃないのね、ごまかしてないもん大丈夫。さあここで一度覚醒を吐いていき、なんとか動かしながらやるが、あなんか今んとこ格闘伸び悪くなった感じはしたな。なんか前作なら届いてる感じある。さあバレルロール、なんか無限バレルロールさ、これやっぱ強くないどうなんだろうね。さあといった感じで一度落ちてしまって、第1形態見たいよ俺、第1形態あないあーじゃあ第2形態、せめて第2形態頼むよ本当に、ガエンさんねえお前もね金もお前 YouTuber だろ本当に、頼むぞマジで。あーで絶対ダメ、もう俺も絶対メインからキャンセルプレッシャーすると思ったもん。さあといった感じで覚醒溜まって状況、また余計なものがついたんで、ここで下角から突角派生して覚醒してそのまま落としに行けるのかこれは。さあビリカから覚醒技でフィニッシュですね。今のコンボ選択やり込みでしたね。はい、といった感じで、第1形態と第2形態、まあ、第2形態ちょっと見せたけど、まあほぼ第3形態しか見せてくれないガエンさんの視点でした。エンディング行きましょう俺今までね数々のねいろんな人の視点をね実況させていただいたんですけどもね、こんなに実況者流すのねプレイヤーは初めてでございますよ僕は。はい、まあ、前作もこんな感じだったような気はしますけど、はい、といった感じでねご視聴ありがとうございました。外縁のフルコンでした。でもなんか前作以上に見てて楽しいな、今作の外縁のフルコンは無限バレルローラーから。僕なんか彼曰くね弱くなってるらしいけど、まあ多分第一が弱いからすぐ脱いでる説あるけども、そもそもお前第一そんな使ってなかっただろうってね思ったんですけどはい、まあといった感じでね外縁のフルコンでしたね、ご視聴ありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。バイバイ。